はいどうもこんにちは、ざわと申します。天真爛漫実況を続きやっていきましょう。ということで、いや前回はもう散々だったね、本当に。いやーもう序盤の方は本当にね、ちょっともうこれギャルゲですよねっていう。もうなんかユズソフトさんでね、やっぱこういうちょっとね、あのホモホモな展開といいますか、ホモセクシャル的な展開ね、バラとか言ってましたけど。なんかこういうの好きですよね。はい、僕はね、ちょっと大嫌いなんですけど、申し訳ない。はい。まあ、ギャグとしてはね、面白いんだけどね。うん。はい、ということで、続きの方をやっていくんですが、まあ、前回の最後の方にね、サナさんのことについて、ちょっとね、いろいろと追ってね、ちょっと思うようなことがいろいろあったんですけども、まあ、それもね、ちょっと謎がね、あるんですが、まあ、含めて、続きの方を見ていきましょう。昨日逃げ回ったせいか、まだ体が重いや。寝たら治るかと思ったんだけど、まだ疲れが残っているらしい。ハルキ、おはよう。おはよう、じいさん。宇野花とルリは？まだのようだな。そっか。リビングの中には俺とじいさん、そして台所の方にサナが立っている。ルリがまだ起きていないのかもしれない。なんだかんだで、宇野花のやつは早起きだったりするんだよな。てか、神様もちゃんと寝るんだよね。さすがに人間のことをこう理解するためにな。多分普通は寝ないんだろうけど。おはよう、サナ。お？ん？サナ？おーい。え？あ、はい。兄さん、おはようございます。なんか、ぼーっとしちゃってるけど、やっぱりちょっとな、昨日のことが、昨日のことっていうか前回のことがね、ちょっと、気になってんのかな。どうした？ぼーっとして。いえ、なんでもありませんから。そう言ってサナは笑うが、なんか変だな。おい、サナ。あ、ご飯炊けましたよ。すぐによそいますね。タイミング悪いな。俺の言葉を遮るように、飯が炊けたことを知らせる電子音が聞こえてきた。そしてサナはいそいそと電子ジャーに向かっていく。まあいいか、相談してこないようならもうちょっと様子を見てから判断しよう。あーんなんだ急に大きな声を出して。ね、ごめんなさい兄さん、おじいちゃん、水入れるの忘れてました。どういうことね。いや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 、サナさん、それはちょっと大丈夫なのかって、これちょっと心配通り越して、ちょっとへってなっちゃってんだけど。ほんでちょっとサナさん、大丈夫なのか、炊けてないってこと。サナがそんなミスをするとは珍しいな。ちょっと驚いちゃうよな。本当にごめんなさい。誰にだってミスはある。わしが店で何か簡単なものでも作ってこよう。いやいや、誰にだってミスはあるって言うけど、今までミスなかったのにいきなり水が入ってませんって。なかなかなミスだけどね、それは。それでね、そう言ってじいさんは店の方に向かっていった。サナはしょんぼりと肩を落としている。そんな落ち込むなって、ほら水入れて晩に改めて食べようぜ。コクッと力なくうなずく。しかし、サナがこんな単純なミスをするのは本当に珍しいな。だろうな。だろうな。ここ、まあ、数年ぐらい、そういうのなかったんだろうからな。知らんけど。知らんけどな。いや、やっぱ気にしてんだな、サナさんな。お。まだ水曜か。あれですか、ブルーマンデーならぬ、ブルーウェンズデーですか。マジ、水曜ってさ、中だからさ、週のね、そうそうそう、結構きついよね。でも逆に、きついなって思うときついけど、逆にさ、まあ、残りあと2日だって思えるその人だったら、まあ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 、なんていうのかな、もういいやって思える人だったらね、まだ水曜日はそんなきつくないかもしれないけどね、月曜日の方がきついかもしれないけど、水曜ってまあ、ネガティブな思考な人からすると、すげえつれえよな。うわーっつって。もうまだあと2日もあるし、もう2日間こうやってきたのにみたいなね、感じになるけど、はい。頑張れ、春樹くん。どうかしたのか？いや、昨日いろいろとあったから疲れたと思って、早く週末になってゆっくり休みたい。永遠に休ませてやろうか。うん。
ぐっさりと。やめてルリさん、なんでそんな物騒なこと言い出すんですか突然。刺し殺すつもりか。お、お、ん、ああ、小太郎、忘れてた。そういえば昨日小太郎も惚れ薬のせいで変になってたんだったそうだな、今てか今どうなってんの。今はちゃんと治ってるんだよね。だよねだよねっつってるけどどうなるんだろう。おはようございます小太郎さん。おおはよう。ちょっと待って記憶は消えてないパターンかなこれ。このパターンだとこう、あの昨日言ったことはちゃんと鮮明に覚えてるから、後々こう切れた時にえーみたいななんで俺はあんなことみたいな感じだったのかな。おはよう。どうした、変だぞ見つめ合ったりして。いや別にどうということも。あお前もか。いおり、これさ一番面白いの大竹先生じゃねこれこれやべえ、このパターンで一番面白いの大竹先生じゃね指導、あこの前の指導の件だがみたいなさ。おはよう。おはよう。おはよう気まず。なんじゃこの何とも表現しがたい雰囲気は。3人揃ってしまうと思い出すのは昨日のことまあ取り合ってましたねこの2人、春樹くんをね。おそらく小太郎と伊織も同様だろうが、もうあの時の効果はないはずなので、泥沼トライアングルとはまた違う重苦しい雰囲気が流れていた。さて今日も頑張って勉強しようかな。そうだね、たまにはサボらずに授業を真面目に受けてみよっと。そうか、それがいい、それがいいぞもうとりあえず勉強して現実逃避したいのかなお前ら変だぞ。もうな、そんなこと考えるより勉強した方が脳死でできるからな。脳死ではないか脳死じゃないか逆にこの脳のキャパシティをそっちにねこう使えるからな。気にするなそうそう気にしない気にしないお前大丈夫かその笑い方ねお前一人だけおかしいぞ一人だけなんかぶっ壊れてるみたいな感じになってるどうしたんだお前はそれは全てを忘れようという気持ちで一致した瞬間だったあの時のことはもうなかったことにしようっていうね感じでしょうか。まあそりゃそうだろうなさてと、教室に着き席に座った俺の目のん？俺の目に机の中からちょっとはみ出した封筒が見えた。ん？なんだこれ、見覚えのない紙、手紙だろうか。いやでもまさかな、期待しないでおこうと思いつつ、他の連中には見つからない位置を取ってその手紙の中身を確認する。青山かな子さん、え誰だろう。お話がしたいことがあるので放課後に屋上に来てください。誰ってか青山かな子ってなんか全然知らないんだけどあれなんか今まで出てきてたっけ。千歳春樹様、ん、お話ししたいことがあるので放課後に屋上に来てください。なんかすごいあのミルさんみたいな声だなそしてそれとともにクラスと女の子の名前が記してあって、青山さん、違うクラスだけど一応知ってる。あそうなんだ、そんなに話した記憶はないが去年同じクラスだった子だご冗談を。目をこすって見直してみるもやはり文面に変化はないなんだろう、なんか冷やかし、冷やかしというかその茶化すためにこう入れたにしてはな、なんかすごい巧妙というかなんかいたずらにしてはね、うん、そういう感じでもないなさそうだけど、宛名も俺マジっすかマジか結構不幸なことばっかりでなんかちょっとチンピラみたいな感じでね、今までこうやってましたけど。ん、どうかしたの千歳くん。いや別に何でもないから気にしないでくれ。変な千歳くんだね。あんまり深く気にしないでくれ笑いでごまかし手紙を少々乱暴ながらも机の中にしまう。怪訝に思いながらも徳沙はそのまま離れていく。どうやら
小太郎やいおりと違って昨日の怒りのことはすっかり忘れているらしい。確かにね、もうすっかり忘れてんだね。惚れ薬の件はちゃんと覚えてんだけどあのね、あの小太郎といおりのな、あれはな。そうか、なるほど。なんかそれは結構災難だったな、あの二人にとってもな。なんだろう、個人差か、より印象的なことだけ覚えてしまうとかかあれ印象的だったんだろうな。まあ今はそんなことよりもラブレターだよなこれ。いやでもさ、その惚れ薬の影響をちょっと受けて、なんかこう一時の思いでさ、こう書いて殴り書いて、こう殴り書いたようには見えないけどさ、うん、こうでもまあこんなのわざわざ用意、まあいつも常備して用意してましたみたいなこともありえないしな。なんなんだろうね、この紙とね、この紙とこのね、便箋をさ、もう常に持ち歩いてるってこともないだろうし、まあちゃんと用意して書いてきたんだろうな、その惚れ薬の件関係なく。放課後か。初めてもらってしまったラブレター。もしかして、昨日の惚れ薬の影響が変な風に作用したんじゃん。って、それはないか。小太郎といおりも全然後遺症とか、そんな雰囲気はなかったし。ってことは、本物か？本物なのか？いや、可能性あるよ、これ。いや、もしかしたら誰かのいたずらっていう可能性も。けど、こんなの、どっちにしろ放置できないと思う。そこは人として。そうだよな。まあ、いたずらであったとしても、ここはちょっとな、まあ、律儀に、行くしかないよな。こんないたずらを一番最初に考え出したやつ、性格悪すぎだろう。まあ、確かにな。とにかく、放課後に屋上か。どうなるんだろうな。でも、なんだろう。嬉しいんだけど、ちょっと困ったって思ってしまうのは。お？何？え、何？え、もう何？ルート入りますみたいな感じ？これ。まさか。嘘？あー。あ、ルートじゃなかったね。ルートじゃなく。あ、なるほど。もうこの選択肢が来るんだ。これもうさ、最後の方の選択肢なのかな？まだ中盤なのかな？うん、また屋上だ。屋上好きだね、ほんと。ゆかり先生ね。うん、で、他は、まあ、教室。あ、で、ルリさん、グラウンドにいるけど、なんか、グラウンドもなんか、この倉庫の方、なんか、体育倉庫の方にいますね。何するんだろうな。なんか、ここら辺にいる、なんか、生き物たちと、こう、戯れるのかな。いや、なんか、それもそれもちょっとね、見てみたいですけど、はい。まあ、それはね、選択肢、選ぶときに。選ぶというか、ルートね、行くときに選びますので、はい。その時お楽しみにしていただければなと思いますが、いやー、まあ、とりま、ちょっとラブレターの行方が気になるっていうのもあるし、このゆかり先生の場所が屋上なんだよね、これ。下見じゃないけどさ、ね、ゆかり先生の、もうなんか、他のね、このラブレターの主が現れるかもしれない場所に、こう、わざわざこうゆかり先生のところに会いに行くみたいな。なんか、それも面白いけどな。うん、ちょっと下見行ってみるかっていう流れでこう、ゆかり先生に会うのかな。ちょっとね。まあ、それはちょっとよくわかりませんけれども。はい。まあ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 。他のね、ちょっとシーンもね、結構気になりはしますが、そのラブレターのところもね、気にしつつ、次回は選択肢シーンお楽しみにしていただければなと思います。今回ね、ちょっと短いんですけども、ちょっと、なんか気になるね、下りが出てきたなっていうのと、あとね、あの、いおりと小太郎が、ね、記憶を保持したまま。記憶を保持したままね、うん、まあ、追竹先生も多分そうなんでしょうけれども、いや、もう会いたくねえだろうな多分な。指導しなきゃいけないと思うけど、会いたくねえだろうな、うん、もう指導っていうとさ、もうあの時のこう追竹先生のこう自分が言った言葉がさ、もう自分の中で蘇ってきちゃうんだろうからさ、会いたくねえだろうな、うん、はい、ということで、まあ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 、そこら辺もね、次回以降お楽しみにしていただければなと思います。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方も、もしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。ありがとうね。